いつも脳筋ハンクチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。どうも脳筋です。本編入る前に少しだけ告知させていただきます。新しいツイッターアカウントを作りました。今までのツイッターアカウントも今はある程度動かしてるんですけども、最終的には完全に移行予定でございます。まだまだフォロワー数が少ないですので、これから脳筋ハンクを応援してくれている方、一から集めていこうかなと思いますので、そちらのアカウントの方のフォローよろしくお願いいたします。二つ目ですが、この度メンバーシップを始めさせていただくことになりました。去年はほとんど生放送とかができていませんでしたので、今年は定期的にやっていきたいと思っております。こちらは実質有料となっておりますが、少しではありますが特典をご用意させていただいております。見るだけなら実質無料ですので、概要欄に URL がありますので見ていってください。メンバーになりますと命の恩人という称号がつきます。今後の活躍を応援していただける方いらっしゃいましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。ウィスノーキンハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はリューエルが実装されましたんで、ガチャ引いていきたいと思います。よいしょ。この日のためにいろんな人からお金を借りてきました。限度席16000個。今回はですね、9ステップアップはね、別に引く必要ないのかなっていう感じで、まずこちらですね、1回限定の UR ユニットのかけら50個確定10連テーブル召喚、こちらをね先に引いた後に、これですね、1回限定対象 UR ユニット、変わった画面切り替わると読めない、1体確定の3ステップアップ10連テーブル召喚、30連目でね、これ3体いてるんですけども、よく見るとリューエルの確率が 50% なんですよね。うん、で、アヤカとあのフェデリカ、俺別に今いらないので、まあ、実質 100% でリューエルが引けるということですんで、今回はこの辺のガチャをね引いていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴさあ、やっていきましょう。今回はリューエルが手に入る可能性 100% ですので、こちらのガチャでリューエルいっぱい出していきましょう。さあ、来いよ。間違えても、エルデとか、もうスカール、マジでいらんからな。はい、金色の本ですね。気持ちいい。さあ、わけのわからないクリスタルが飛んでおりますね。これね、全部虹だったらいいんですけどね。これいちいちね、変わるの時間がね、もったいないんですよね。1日24時間しかないんだからね、これがね、虹に変わる時間がもったいない。いきます。あー、あやかか、ここで出るんか。なんか嫌な予感がするな。あやかスタートですね。アイリンですね。初期キャラが結構出てますね。はい。テーブル？はい。あやか、アイリン、アイリン。キトンね。懐かしいキャラばっかり出ますね。ミランダか。ここまで何の収穫もないですね。できたら、ギルガメッシュとか、破滅さんとかね。キルフェはいらんな。え、やばくないこれ。大丈夫かこれ。新キャラが出ないとかそういう感じ？ちょっと最近のキャラは全く出ない系の感じでしょうかねこれ。はい。マジかよ。欲しいの何一つないんやけど。やめてや、ここでなんか変な出てくんの。もうええって。まあ今回の結果はこんな感じだったんですけども、何の成果も得れませんでした。ワンペアですね。テーブルではなさそうです。さあ、本番やっていきましょう。さっきのガチャは、もうなかったことにしよう。なかったことにしておけば、無料ですんでね。はい、じゃあまずは10連目、UR 一枠確定ですね。ここからも、リュウちゃんが出るということですので、お願いします。金色の本ですね。ここから、キャラの方頼む！よしよしよし、よしえちゃん。これはあるよ。ワンチャンあるよ、リュウエル。二つぐらい来い。1個ですか。あの金色のクリスタルがちょっと怪しいかな。変われないですね。じゃあ飛ばしていきましょう。もうね、この青い石からね、虹に変わるっていうね、可能性は天文学的な数字なんでね、変わることないでしょう。さあ、楽しみですね。久しぶりのガチャなんでね。頼むぞ。もう演出が来たら、リュウエルですからね。いきます。
や、もうええってレインって。多分ですが、 EX ジョブ化してない支持ランキング、おそらくレインが1位なんですよね。どうですか、625個、いつでも EX ジョブ化バッチコイですからね。さあ20連目やっていきましょう。ここは虹玉が3つ手に入りますんで、まあ相殺されて実質無料ですね。いきます、頼むぞ。キャラの方、ビジョンカードはマジでいらんからな。キャラピックアップの時にビジョンカードが出るっていう可能性めちゃめちゃ多いんですけど、キャラ来ました、ありがとうございます。いいよいいよ、この演出は付き合ってる人の浮気現場を確認できた時ぐらいですね。いきます、青いですね。多分何も変わらないと思いますんでね、サクッと飛ばしていきましょう。あの金色のビジョンカードがもしかしたらっていう感じですね。はい、まあ、SSR のビジョンカードはね、もうほとんど揃ってますからね。はい、頼むぞ、マジでマジで頼む。なんかね、初っ端の最近全然キャラ引けないんですよね。いきます、頼む、演出を、ドイッドイッドイッ。もうええってスカル、もうもうなんでそんな俺んとこにいっぱい来るん。もう戦争やめて実家に帰れって言ったやんか。このご時世なんやから家で自粛しといてくれよ。家で YouTuber やっとけって。ああ、もうダメだ。おしまいだ。絶対出会んやろ。乱数が悪すぎる。ここでまさかのスカールのテーブルに遭遇するとは思いもしませんでした。まあいいですよ。ここでちゃんとリュウエル当てれたら、今までの爆死、これ全部チャラになりますから、むしろプラスになりますよね。原動石減ってますけど、これがね、返ってきますから。さあ行きますか。最後 50% でリュウエル。ということは 100% とほぼ変わらないということですよね。行きましょう。まあさすがにこの確率を外すやつはおらんでしょう。だって 100% なんですから、リュウエル出るに決まってますよね。問題は、これ一枠確定なんですけども、もう一つぐらいね、UR 出てくれてもいいですからね。お願いします。さあ、二つないか？青いんよな。で、なんというビジョンカードの量。キャラのクリスタル一個しかないんやけど。もう、これだから。さあ、多分ね、何も変わらないので、トップまで飛ばしていきましょう。これ2段階昇格してくるよな。はい、まあそれはいいわ、うん、それはいい。わあ、なんかね、いや引けるんよ、多分引けると思うんやけど、なんか心のどっかでなんか違うの引いてしまいそうな気がするんですよね。あやか 25%、フェデリカ 25% ということですよね。で、リュウエルが 100% ということは、リュウエル出るってことですよね。いきます、ヒロノー。